ラインナップこれに書いてくれてるよ。だからありがとうございます。全然間に合わなかった。間に合ってよかったよ。ありがとう、メリークリスマスイブ。ああ、ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。これ何も準備できなくてさ。あ、全然。こんなやつ教えてきてよ。ストーリーです。いつもありがとうございます。マジ間に合わないと思った私。よかった。間に合った。あのチンチンチン。安心。Thank you。今日はキャンサン仕様だなマジで。すごい。えぐ。あのパンさん、あの定期的にこの赤いこれが赤く光ったらこのボタンを押してってキャンさんが。はい、皆さんこんばんは。今日も始まりました K&K のミュージックキャノン、メリークリスマス。はい、早速今日のラインナップは、クリスマスということでね、サンタならず、サタンからのクリスマスソング、世紀末で悪魔のメリークリスマスと、はい、あ、終わりか。私からは IU のメリークリスマスインアドバンスかな、あ、ヘッドか。で、あとエクソのミラクルインディセンバー、12月の奇跡をお送りします。はい、そして、私キャンの方からは、邦楽からエルレガーデンサンタクロースと、洋楽の方からバンドエイド Do They Know It's Christmas をお届けします。ではラジオのボリューム上げていきましょう。どうぞ。ちょっとさ、画面じゃ分かりにくいけどすごいモクモクしてる。あのスモークやってます。で、あのこっからあの僕から今カンさん見たら五個を刺したんです。え、マジ？これでしょ。すごいね、これすごい。レーザービームだね。あ、はい、さ、ボクボクの方がレーザーが見える。あの K&K も今年これが最後の放送なので、あの3人揃えてよかったです。そうですね、あっという間でしたね、本当に。あっという間でしたね。いやいやいや、あっという間に1年が過ぎた。クリスマスにこんなね、あの放送ができるなんて。ナイスイブ。道もすごい混んでた。ね、すっげー混んでた、本当に。はい、ということで告知用のお写真失礼したいと思います。よいしょ。本当はキャスターも入りたいぐらいで。あ、そこね。自撮りできないの？いや。自撮り。自撮りにしてつ。自撮りにしましょうかね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと僕暗いんですよね。このライトの前で。じゃあ。あ、そうか。足バックになればいいから。そう、ここいける。キャーさんこっちに座ってないし。これどうせ今反射して見えない。いける？こっち座ったら？そうだね。はい。
これでこうですね。よし。よし。はい、よろしく。ほぼ入ってる？入ってる、入ってる。私からママに言えないけど大丈夫？大丈夫、キャンさんに任せる。キャンさんに任せる。ちょっと待ってください。パコッと外しちゃう。よし。はい。イエイ。はい、チーズ。すいません、もう一枚お願いします。はい。すごい。暗い、暗いですね、やっぱり。やっぱ暗い？ちょっと、カーロさん前の方に。私前がいいの？はい。じゃあ、いきます。コウさん映ってる？映ってる、映ってる。大丈夫。ちょっと待って、一回。これ光当たってんの。もうちょうどスマイルって言えた。キスミスマイル。うん、ジャスギブミスマイル。大丈夫。はい、行きます。いやー、いいね。いやループのギターソー最高。はい、行きます。はい、チーズ。出た？出た？今回はいけたんじゃないですか。はい、いかがです。オッケー。じゃあこれで。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、キャンさん。いえいえ。セット最高だね、マジで。やばいな。あの、バーでパーティーするときに、目立つために買いました。あ、兄さんから流してる。クラッカー、おめでとう。ありがとう。ありがとう。すごい、ぼやけてる。はい、あのツイキャスとかね、YouTube を見てる方にはね、あのこの曲聞こえないかもしれませんけど、悪魔からの、あのクリスマスソングで、世紀末の悪魔のメリークリスマスっていうのを、流してます。ちょっとね、あの聞こえるじゃん、この人。いやいや、聞かしちゃダメよ。YouTube ならないです。ダメダメ。ダメだった。ダメダメ。危ない、ダメだった。危ない、危ない。大変よ、消されるな。あ、いいね。キャンさん、このセットすごいすごい。やったマジだ、これ。あの、はい、今日お送りしているのはテーマでね、クリスマスをテーマにした、曲をお送りします。K&K のミュージックキャノン、我々なりの、曲のチョイスでやってますので、ただこのセットに関してはですね、これ、あの、個人が所有する、こちらの、すごい。こちらの GD でキャンが、所有する、すべて、彼の、所有するあのセットですね。すごいよね、本当に。これ今、あの、ここ、国道っていうの、これ、道。そう、追ってる人も見えると思う。はい、あ、このレザービームね、うん。多分見えると思う。めっちゃ見えてたもんだって。テッカテカしますね。すごいテッカテカしてる。あれ、どうしたここ、ラジオ局だよね、みたいな。はい。あ、いい感じになってきたらね、使えよ。まだある？いや、今、タウンさんを、すっきり取れる感じだっていうので、お、すごい、なんかキャンさんがまた新兵器もしてる、いっぱいアイテム持ってんな、今日気合入ってるね、マジすごいね、あのもう、まあね、あ、兄さんが、さすがデーモンさん、あ、兄さんありがとう、はい、カッカ最高、さすがイブトマってハートが飛んでおります、おすごい、キャンさんまた新兵器出してた、もう業者やん、いやいや、カメラマンですから、業者みたいだってきてる、時にはカメラマンになる、DJ になる、本当だね、アスリートになる、よいしょ、ホワイトバランスを、メリークリスマス、この人ってもしかして白い顔の人、あ、そうだよ、あー、なるほどいや、ガッツリデモって書いてんじゃん、なるほどはい、じゃあ感想こっちちょっと向いてもらっていいですか、はい、チーズ、ちょっと色変わってからもう一枚撮りましょうね、いきます、はい、チーズ、あ、いい感じ、すごい、あー、いいっすね、見たい見たい、こうマジだ、うわ、すごい、え、面白い、てか綺麗、てか、私がデーモンみたいなってやつ、あ、いいじゃん、やばいじゃん、はぁはぁいやこっからの、あのすごいね、ご交換がやばいっすね、お父さん、こっちに来てから一発撮って、え、マジで、ちょっと私も、うん、あ、はい、ちょうどさ、頭がこっちになる、すいませんね、あのちょっともう年内最後の放送なので、ちょっとあの楽しんでますこそちょっと右の方に、ここはい、そうです、ありがとうございます、ここ、あ、
こうか、いきます。はい、赤だったらいいね。はい、おー、いいね。来たんじゃん。あー、今かなり来ましたよ。イエー、これかっこいい。今の来たよね、絶対。これかっこいい。あの肩からも線が入ってるんで、めっちゃかっこいいっす、これ。あー、やばい。これ送ってくれるの。あ、やめて送ります。なんかあれみたい、サマーデイズのさ、映画のさ、あのキャラクターでなくなったやつ。え、何のやつ。サマーデイズってわかんない、あの映画。サマーウォーズだもん。そうサマーウォーズだ。アニメね。そうアニメ、アニメ。あのクマのやつ。あ、兄さん、車検から愛車が戻ってきたって。あー、あの、相性の話をすると、あのキャンさんも負けてないですよ。いやー、相性が戻ってくれると嬉しいですよね。僕も1ヶ月ぐらい離れてたんで。お気持ち、心中をお察しいたします。兄さん、あの年明け前に戻ってきてよかったね。本当だね。え、ギリギリだったんでしょうね。あのほら、今入れられなかったらもう年明けてからでしょ、車検って。すごい、ちょうどギリギリしたんだ。これ今お送りしてるのはパノさん、俳優さん、yeah. あの韓国の国民の妹って言われるぐらい有名な方で。妹キャラ。そう、もう本当に有名な子で、なんか若い頃はちょっとぷよぷよしてたんだけど、最近ちょっともうだいぶすっきりして、だいぶお姉さんになってます。でもうすぐクリスマスなので、まあ1年あっという間に過ぎていきましたけど、まあ25日はイエス・キリストの誕生日を祝うか、聖誕節っていうんだって。で、韓国は、人口のおよそ 30% がキリスト教徒っていう感じの国なので、まあ、25日は国民の休日で、キリスト教徒はイブからクリスマス当日にかけて聖堂教会に行われるミサ、礼拝に出かける。で、あとはもうなんか恋人っていうよりかも家族や友達みんなでパーティーで盛り上がったり、で、まあ、友達、あ、恋人いる方は素敵なデートをしたりっていう感じの日になるそうです。っていう感じかな。クリスマスはそんな感じです。だからちょっと韓国はどっちかというと洋的な過ごし方するっぽいですね。めちゃくちゃ嬉しいって、愛車が戻ってきたから。兄さんね、いいね、クリスマスね。クリスマスだ。プレゼントってイブなのかな、クリスマスにもらう。これ結構二択じゃない、みんな。え、状況によるんじゃん。嘘、本当はさ、イブの夜、じゃイブの朝目が覚めたら木の下にあるのが生徒。わかんない、クリスマスっていう文化があの ないもんで。あれ、でクリスマスはみんなで過ごすみたいな。あ、キャンさん一応クリスチャンの学校に通ってました。どうなのかな、その辺。あの僕たちは一応でもあれはカトリックじゃなくて、うん、プロテスタントの教会だったんで、うん、普通になんかあの日本でも同じように靴下に下げてみたいな感じ、はい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 、それは24の 24の夜に下げて、はいはいはい、25の朝になったら、あ、じゃあ明日で。ああ当たってるね。大丈夫、みんなクリスマスを飾って、あ、クリスマスじゃない、靴下を飾ってください。穴開いてるやつかな。上に穴開いて下には穴開いてないやつ。ちなみになんですけど、あのライト、うん、今あれなんですよ、このあの僕のヘッドホンを今かけて、はいはいはい、マイクに向けてるので、うん、音楽が盛り上がれば盛り上がるほどライトが変化します。なるほど、すごい、最高じゃん。音に反応するってことね。そうです、そうです。あれ、あの大丈夫、機種とかあの紹介しなくていい。キャンさんのあの今日アイテム半端ない。やばね。これいつもこのセットだったらエグい。すごいね。雰囲気出ていいね、クリスマス。うん。まあでも特別感があるときにこうやって盛り上がった方がいいかなと思って。前になんかキャンさんナイトで見たね。はい。あのひふみずバーのあれでね、キャンさんが一人でこう。お送りしてた時なんかやるとき、まあ、今までこれ正面からやってたんですけど、うん、この光のあれが当たってるのを見せるために、はいはい、逆に真後ろからやってもいいなと思って、ね、今日こうやって見たらいいね。さっきの写真みたいな映像になるんだったら、うん、真後ろからっていうのもありです、ね、すごい、うん、これ後ろだもんね。なんかさ、あ、ポイントあるのか、
こっちに。すごいのありますよね。はい、レーザー。この、細の止まりから。ああ、レーザーポインター。これも実は音楽に本当は対応します。おー、すげえ。そう、だからさ、さっきさ、コウさんの頃めっちゃ押したじゃん。うん。そしたらさ、そこにラインが見えるわけよ。あ、これ。いやー、すごい。はい、デーモンの世界へようこそ。すごいね、マジで。線が濃くなってきましたね。濃くなってきた？はい。すごいね。ちょっとしたボヤですよ。これさ、個人で買えるんですか？業務用とかなの？一応買えますよ。すごい。音響メーカーのこの専門ショップとかでしか買えないんですけど。あ、やっぱそうなんだ。すげえ。すごいよ、本当。でもネットのショップでサウンドクラウドって有名なところがあるので、そこで注文したら届く。4000円ぐらい。ほう。とか、あとはあのアマゾンでも買えますね。意外。ぜひ皆さん、家の中をスモークでいっぱいにしたらどうでしょう。で、リキッドっていうんですけど、あの液体が2リットルぐらいで使って、うんうん、それが7000円ぐらいなんですけど、全然減らないです。減らなすぎて困ってます。そうなんだ。使う機会が少ないんで。すごい。クラブとかだったらめちゃくちゃ使うらしいです、うんうん、確かにめっちゃ出るもんね。今日とかやばいだろうね。はい。なかなかさっきよりいい順になってきたんじゃん。これこれどうよ。おー、やばいやばい。これどうよ。すごい。超見えてきてるよ、ほら、ラインが。すごい。兄さんが明日起きたらプレゼントで足の踏み場もないくらいの状況で起きてみて。わかる。めっちゃホームアロンじゃん。ホームアロン。いいね。確かに足長おじさん、皆さん FM ギノワンでお待ちしてます。大丈夫。あのフロアには一応煙探知機があるので。やばいやばい。やばい。今燃やそうとしたらやばいじゃん。熱探知機らしいです。やばいね。そっか。スプリンクラーとか作動しないもんね。そっかそっか、煙もあるもんね。はい。まあクリスマスといえばね、みんなで盛り上がるっていう、まあワクワクな曲もあるけど、まあ確かにぼっちの人もいるので。すいませんね、あのそんなぼっちな人たちにあの悪魔のメリークリスマスを。それだからなんかちょっと切な系でさ、切ないの聞きたい時とかもあるから、聞きたい時かあるから、こういう切な系聞くのもちょっと逆に盛り上がるというか、いい。兄さん来た。何が？兄さん来たって言ってんの。何が来た？スモークか。スモークか。兄さんが来たのか。一度。ああ。挟みますね。ああ、ベビーメタルのアルバムね。ああ、そうそう。今日発売？昨日発売。おお。昨日発売でね、あの10周年かなんかかな。あ、そうなんだ。ああ。10周年？元なんか。10周年か。すごい。ベビーメタルアルバムね、センスいいじゃん。すごいね。さっき俺も同じことキャンさんに言ったの。アルバム出たって。そう、いいクリスマスです。ですね。ああ、そうですね。兄さんもう飲んでるな、これ。あの年明けぐらいにまたベビーメタル流すからね、うん、年明け一発目、一発目の放送ベビーメタルのそのアルバム流すよ。いいですね。そっか、今からまた。でももうあと数日だね、今年も。はい、あのそうなんです、今年も K&K のミュージックキャノンはこの回で、放送収めなので、また年明けですね。あの7日かな、はい、一発目。本年は皆様ありがとうございます。はい、またあのね、あの、うん、でもちゃんとラインナップいろいろ上げて入れていきますね。そうそうそう。あと過去の曲をですね、最近こう宣伝してるんですけど、キャさんがSpotify か、はい、プレイリストシェアできます。シェア上げてくれてますので、過去にどんな曲流したかなとか、あの曲どんな曲だったかなとかって思った人は Spotify で、K&K ミュージックキャノン、検索してくれたら聞けます。聞けます。ぜひぜひ自分の世界観が広がると思うので。これ誰？これはエルデガーデンです。キャンさんが好きなバンドね。エルデガーデンさんです。
新鮮じゃない、よく考えたら。特にエルレガーデンは英語で全部歌うバンドなので。そうなんだ。結構あれなんですよ、日本語で歌うの珍しいんですよ。ちなみに日本人なんですか？日本人です。日本人でも超なまってて、本当にネイティブな英語で歌えるので、かっこいいですよ。かっこいいね。Set a girl's key に全部あげるよ。学生時代に聴いてた歌なんですけど、こういうクリスマス過ごしてみたいなって思って、未だに過ごせてない僕です。聞きたい。あ、なんか兄さんがそういえば FM 議論のリモート忘年会良かったですね。あ、ありがとうございます。あ、参加いただいてたんですか？キャンさん、多忙で頑張ってた。それ見たのかな、この人。俺ら参加してない。忘年会19日。あのリモートでちょっとやって、あの本土のリスナーさんやあのパーソナリティも参加して、こっちでスタッフが飲み会してるのを放送する、放送というか、まあ、リモートでやるっていう回でした。すごい、1000個のプレゼントって。はい、すごい素敵な歌ですよね。全部あげるよって。欲しい。まさに兄さんがさっき言ったやつだね。朝起きたら足の踏み場もないじゃない、プレゼントだらけって。すっげー、すごいね、本当に。個人で所有してるものって。スモークやばいって。スモークやばい。ぼやじゃないですよ、はい、スモークです。はい、あのこれはあのキャンさんのマジックですよ。すごい。やばいな、キャンさんすごいな。本当すごいね、こんだけ設備持ってる人初めて見るわ。いやいや、多分まだ本気出してない。あ、そうか。そう、本気出してないのかな。そうです。まあ、家で使った時が一番ベストですね。あ、すごいね。機械でもね、自分が楽しむためだけの DJ ブースを作ってるので。そこのスピーカーを座りながら DJ プレイしながら聞くと、あ、最高、ね、めっちゃ楽しいです。あの、ぜひね、興味の湧いた方はキャンチャンネルをチェックしてみてください。キャンさんのあの、UFO 的な、UFO のコックピットみたいなね、あの、音声が。あの一回じゃ あ, あの来年あのちょっと紹介の動画作りたいと思います。すごい、コーン来て。ただ自宅なので、あ、夜使えないっていう。あ、そうだね、自宅だからね、近所迷惑になっちゃうんで、もうめっちゃ防音入れるしかないね。8時までめっちゃいい子。それなりに住宅街ですからね。うん、やば、爆音やばい、すごいスモーク。はい、では最後僕のセレクション、洋楽。洋楽、お、いいね。この時期になったらこれが聴きたくてしょうがないんで。あ、超いい。わかる、これ、わかる、パンさん、わかる。ちょっとサビまで、これでわかんなかったらもうアウトか。え、いや、うん、アウトではないよ。待ってよ、結構知らない人の方が多い。知らない人の方が多いよ。結構知らない人に入ると思う。うん、これはね、冒頭に流した悪魔のメリークリスマスとちょっと内容が似てる。へぇ、海外版。意外、意外。いろんな人たちでこう組んだやつ。あー、バンドエイドって。はいはいはい。なんと偶然にもですね、まさか、チャンさんと俺、あの同じ曲をね、選んでるんだ。チョイスしててね、悪魔のメリークリスマスもそうだけど、この曲もラインナップにお互いに、ね、すごい。兄さん、早いですが皆さん良いお年を、また来年元気な姿を見せてくださいね。あ、お互い様ですね。ありがとうございます。兄さんもまた来てね。兄さんね、あの兄さんリクエストするって言ってたから来年楽しみにしてる。まずはベビーメタル。あ、ベビーメタルは俺が勝手に流すから。違う曲もどうぞ。あの今度はちゃんと後ろにね、あのもうちょっと T シャツに安いよね飾るから。スモークがすごい。あ、リクエストします、ね、待っていてください。はい、待っておきます。
ごい。1年間でさ、このツイキャス見てる人がさ、ちょっと増えたのが嬉しいね。そうなの？どこ見てわかるの？この右のこの数字。あ、そうなの？あ、これでわかんない。そう、はじめさ、あの、ゼロだったじゃん。わかんない。あ、そこら辺、全然、あの、疎いもんで。なんとなくさせん。ただこれさ、何分の何なのはどういう意味なんですか、キャンさん。このさ、右と左が私わかんないわけ。どあれ、このツイキャスのさ、この右左の、はい、あー、この数字ですか。そうそう、あの右が延べ人数で接続して切ったりとかだったら全部カウントされていく数字で、うん、左の2っていうのがあの全部あのこのカウント、はい、今見ている視聴者数。はあ、はあ、そんな、そうなんだ、はい、全然気にしてなかったこの今まですごいね。誰が見てる見てない関係なしに、あの、予託してください。今日エンディング長さにそのままこれで終わりましたね。はい、オッケー。あと20秒です。いや。お、ありがとう。なんかいっぱい来た。スタンプ来たよ。兄さんがスタンプいっぱい。ありがとう、兄さん。いいね。はい、今年最後の K&K のミュージックキャノンの放送でした。ありがとうございます。ありがとうございます。クリスマス。あ、終わっちゃった。テーマ、あ、ちゃ、IU さんのメリークリスマスアヘッドなのか、まあ、フィーチャリング、はい、で、あと、エクソミラクルインディセンバーと、キャンさんのセレクトで、はい、エルレガーデンのサンタクロースとバンドエイドの、Do They Know It's Christmas をお届けしました。お届けしました。また年明けですね、一発目、いろいろ流しますんで、楽しみにしていてください。皆さん良いクリスマスを。はい、皆さん良いお年を。良いお年を。クリスマスだけどね。早いけどね。はい、みんな、あの、年末年始気をつけてね。本当。まあ、こう皆さん、日元用心で。今年もありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと、あの、ぼやになってる。ぼやめっちゃぼや。ひふみさんに突っ込まれそうっすね。